吉田相馬発見動画チャンネルの吉田相馬です。ここは町田市議会の保守連合の開発から今外を見ております。ちょうど前に横浜線があります。 JR 横浜線東神奈川駅です。八王子方面から東神奈川に向かう左がすぐ左が町田駅になります。この時間帯やや徐行運転を行っているのではないでしょうか。もっと普段の感じからすると速いスピードで行ってると思いますが、今日10月の6日台風接近が報道されております。この部屋にテレビがないんで刻々の状況は分かりませんが、前の境川町田市と相模原市の間を流れる川はだいぶ増水をしているところです。今現在は傘を差して歩いている人たちがまだいますので、強い風は吹いておらないようです。私が到着した時間はもっと風がもっと今よりも弱かったんですが、これから先だんだんと強くなってくるように当然見られます。今現在7時41分です。今日横浜線はもうもっとこの時間帯でありますともう数分に1本通っていくような運転間隔があるはずですが、先ほどから見ておりますとたまにしか通らない状況、10分に1本程度ですので半分かもっとそれ以下に間引きされて運転するされているのではないかというふうに見られます。こうして撮影している間にも1本だけしか走ってきませんでした。下り電車は1本も見ませんので、おそらくこの横浜線は今本数的には間引きされているんだろうと思います。風がだんだんと強くなってきました。まだ今のところご覧の通りまだ傘を普通に差した状態ですので、これから先こうした普通にも傘を差すようなのも困難な状況になってくるのではないか、こういうふうに思います。ここは新庁舎でガラスもピッシリしたはまり方をしてますので、外の天候というのはほとんど体感はしにくいところです。見た目の判断でするしかありません。先ほどに比べますとこの木の揺らぎというものが随分と強くなってきましたので、風がだんだんと強くなってきているんだろうと思います。今日は町田市議会定例会第3定例会の最終日、採決が行われる日です。それぞれのこの条例や世界に対して判断をさせていただこうと思っております。なおかつ必要な発言をするつもりでおります。町田市議会の保守連合開発から皆様方にご案内しました。今日は台風が今接近が報道されているところですが、町田市議会第3定例会の最終日です。ちょっと声がこうした声になっておりますのは、昨日お祭りがありまして雨の中お祭りがありまして大きな声を出したことによるものです。お祭りはこの雨の中でしたが無事終わりました。終わります。今日は皆さん方片付けになりますが、私は定例会のために出席できないことをあらかじめご案内しておきます。終わります。吉田勤です。